はい、ということでプロフィール作成の時間は終了にしたいと思います。で、あの今も上がりましたけども、LINE に以前送ったブログ記事テンプレートがあります。これを一回見てほしいんですけども、だいたいこの感じで書いてほしいです。これから書くこと、まあ、ブログ記事タイトル、あのカフェ会のメインタイトルは何やカフェ会の出勤を決めましたね。でサブタイトルはこれぐらいになります。で、都内各所で毎日朝カフェランチの内容を書かせています。楽しくいただけるのでぜひご参加ください。これがサブタイトルになります。で、その下記事タイトルですね。記事のタイトルっていうのもつけたほうがいいですね。これから記事のタイトルで、次がブログの本文の下です。で、例えば今回言った今日はセミナーに参加してきましたとか、そういうのから始めて、で、今日はこういういた学びがありましたとか、書いたりとかして、で、こういう学びがありました、まあ、これからこういうふうにしたいと思います。で、その後にこう書いてあるんですよ。その下に作るやつを私たち作りました。で、現在毎週カフェ会を開催しておりますので、私と少しでも気が合いそうな方がいらって、気が合いそうな人は、よかったらカフェ会でお話ししましょうっていうのを記事の一番最後につけてください。で、そこの下に写真ですね。最初にも言いましたけれども、テレビ局を作りますから、写真とかは絶対撮る。これから毎回食事、お茶した時、友達と飲みに行った時、絶対に写真撮る癖つけてください。これはですね、ブログ以外でもこれからどんどんやらなければいけない。これからね、自分でビジネスをしていく上では写真を撮って残してアップしていく、まあ、それは取材ですよという先ほど言いましたけども、癖つけてください。癖つけるまで結構ね、時間はかかりますけども、毎回写真を撮る。どっかに行ったら写真を撮って、取材ですから写真を撮って記事書いてアップする。写真撮って記事書いてアップする。だから今回もこのね、セミナー風景とか撮ったりとか、みんなで集合写真撮ろうかとか、でアップしたりとかっていうふうにやっていきます。で、その写真がここですね。この下書いてあります。まあ、現在マーケットカフェ会でよかったらカフェ会でお話ししましょう。の下に、写真画像ってあります。ここに画像を貼ってください。撮った写真を貼ってください。できれば自分が写った方がいいです。なるべく自分を撮るようにしてください。恥ずかしい人は横顔でいいです。私もほとんど横顔です。やっぱり人を見ますから、人っていうのはリアルと同じですね。リアルで初めて会った人と同じです。初めて会った人なんかね、顔をマスクしてたら誰だこいつ、誰ですか。だから、まあ、顔をね、なるべく見せて、自分を好きになってもらって集客しますから、自分をなるべく出した方がいいです。まあ、芸能人になった気分ですね。やると一番いいですね。まあ、特に女性は顔とかすればするほどこういうのってアクセスになりますし、 Facebook とかすごいですね、あの女性は。男性は友達5000人とか行くまでに1年とかかかりますけど、半年とか。女性はですね、1、2ヶ月、3ヶ月で数個できます、ね。顔出しすれば。その代わり変な人もいますけど。僕のクライアントさんでも女性の方いましたけども、2ヶ月で5000人いたんですかね。ただ、すごい人だった。変な人もいます。そこから1回ブログに流して、ビジネスやってますっていうことをちゃんと伝えて、ビジネスに興味ある人だけ落とすっていうやり方をしてました。全員対応しちゃうとね、結構大変なことになっちゃう。1日にメッセージ、2、30件とか。
で、次書いてもらうのは、カフェ会の雰囲気ですかね。カフェ会の雰囲気。難しいのが出てきましたね。グループタイトルはそしたらカフェ会の雰囲気なので、カフェ会をやった後みたいなものでちょっと書いてほしいです。カフェ会を開催した後のこんな感じでしたみたいな感じ。まあ、あの開催したことがある方だと思いますので、皆さん開催して前回の タイトルで言ったらまあこんな感じですね。カフェ会というのはこんなところですみたいなタイトルっていう感じですね。カフェ会というのはこんなところです。で、カフェ会が終わったばっかりをイメージしてください。カフェ会が終わったばっかりの時のイメージ。で、写真は、まあ、撮ってるか撮ってないか分かりませんけども、集合写真。まあ、今日この回でもいいです。これも一応カフェ会で行けます。まあ、カフェ会のセミナーですから。雑談とかばっかりだったりとかもしますけども、やはり皆さん意識が高い方ばっかりが来られるので、すごい、ね、これからのビジネスの展開が楽しみですみたいな、まあ、そういう感じの記事を書いています。で、最後にこれですね。現在毎週学会を開催していますので、よかったら考えてお話しましょうがゴールです。で、写真で、で、その下のまたこの、ね、テンプレートを載せるという形です。ターゲットを思い浮かべてください。今回に来てほしい人を頭の中に浮かべてください。あとは自分がカフェ会に来た初めに来た時のことを思い出したりとか、初めて開催した時の自分に向けて書くとか、そういうのがいいです。私も参加したらこういうふうなことができるんだって思われるような記事ですね。行ってみたいなって思われるような記事と写真です。
今日のこの勉強会をつなげるとしたら、建て替えを通じた幹事、建て替えを参加することによって、まあ、その普段あのお悩みやすく聞けないようなお悩みやすく聞けて聞けるので、今日は来てますみたいな。やると、あ、なんか建て替え参加してるのになんかいいセミナーを聞けるような、そういう、ブランディングというか、そういうのもできますね。これから何でもつなげるっていう、気をつけてください。何でもつながります。今写真を送りますので、気をつけていただいても大丈夫ですし、前に撮ったカフェクライの雰囲気の写真でも OK ですけども、まあ、写真ない方は、とりあえず今からこういう写真を付けちゃってください。はい、ということで時間になりましたので、書き切って投稿をしてください。